北条政村ってどんな人？過去の大河ドラマ北条時宗で伊東四朗さんが演じていた北条政村、今回は新原泰介さんが演じていらっしゃいます。個人的には時宗の時にドラマ内でも屈指のクセ者だったので、新原さんの爽やかさとのギャップがあったりなかったり。この政村は鎌倉の北条一族の重鎮として、この後の時宗と同じように幕府を支えて活動していきます。 NHK の鎌倉殿の13人公式ホームページ、その後の北条氏の回をどうぞ。